あなた運がいいんだって。松坂桃李って思うんですかねが初耳学で、海外で DNA 鑑定した結果、サイコパスの要素があると、言ってました。本当にサイコパスの顔してるんでしょうか。よろしくお願いします。サイン入りでお願いします。はい。ちょっとね、ごめんなさい。いちごさんのあれ、もうサイン入りもね、ちょっと今後、答えられないので、はい、何個かね、サイン入りをちょっと渡しときますけど、はい、答えられないことがあるかもしれませんから、すいません。はい。スタッフのね、家にステッカー置いてあるので、はい、すいません。ちょっと見てみましょうね。松坂桃李さんですね。あ、いたいた。まずですね、これ、まあ、ちょっと言いますけども、このサイコパスの要素があるっていうのが微妙な言い方でですね、はい。そこがですね、まあまあ、怪しいと思いますね。こういう言い方すると、誰でもですね、ちょっとですね、あると思うんです。どっかの気質でね。サイコパスの、まあそう、サイコパスの顔っていうのを、まずそもそもどういう顔がサイコパスか、そして、何があったらサイコパスかというですね、定義がありませんから、まあこういう言い方ね、サイコパスの要素があるみたいに言ったらですね、まあ誰でも当てはまるんじゃないかなって気は、ちょっとしますね。この初耳学の、検査でね、どういう検査をしてるか、わかんないですけどね。なんでまあ、ちょっと顔をね、見て、僕あんまり知らないんで、はい。ツイッター、フォローしてね。この方ですかね。この方が松坂桃李さんですかね。ちょっとニュースとかも見てないんで、一切わかんないですけど、そう、ざっくりしすぎですね。占いような、そう、コールドリーディングみたいな感じで、なんでもそういう可能性あるんじゃないですかね。どっからがサイコパスやねんって話なんで、あ、この方ですか。はい、よかったです。あ、戸田恵梨香の夫なんですね。ああ、なるほど。まあ、ね、一応これ感想が読みなんで、感想が読んでいきましょう。はい。顔型ですね。顔型ちょっと細長いですね、彼は。細長いので、まあ、芸術家向き。はい。ですね。これ非常に、そういうまあ芸術家、そこら辺かな。その、芸術家とかね、その辺はまあちょっと変態が多いって言われるじゃないですか。その美術とかですね。まあ音楽とか、そこら辺の、なんていうかな、資質があると読める顔ですね。はい。人を食べたね、まあ、佐川の動画覚えてますかね。そういう感じですね。そういうのはあるんで、なんで、はい。でもまあ、そこはですね、そんな悪くないんですけども、その、芸術向き悪くないですし、人と会う仕事、はい、人を使う仕事、例えば、あと、人と人とをつなぐ仕事。はい。そういう感じの、仕事が向いてますね。なんでまあ、それこそね、佐川一世ね、まあ、アテンド業とか。それこそですね、彼こそアテンド業とかですね。まあ、人を紹介するね、仕事とかは向いてると言われてますね。ちょっとおでこが見えないんですけども、じゃあおでこはひどいですよね。おでこは広いんで、その目はきっそうだと思いますね。詐欺師の報告は傷公開まで。そこは問題です。眉毛もですね、少し隠れてますし、まあそのこういうね、俳優さんですか、モデルさんですか、何かなんで、ちゃんと眉毛も整えられてると思いますけども、眉毛も、そこまで悪くないですね。はい、喫相型なんで、あ、でも眉毛もそうですね、ちょっと小説家とか。絵描きさんとか、音楽家とか、そういうのに、向く、眉毛ですから、顔型とともに合わせ読みすると、はい、そういうですね、なんていうかな、芸術の才能ありっていう感じなんですけど、この人は別に芸術とかしてないんですかね。役者さんね。はい。初めて見ましたね、さすがに。はい。で、電卓普通ですね。まあ、三婚インドも普通。なんでまあ、結構喫相寄りですかね。ちょっと目が、目どうかな。目は、吉、9、今日少しっていう感じですかね。まあ無理やり見たらね、このマカロンから見たらですね、はい、サイコパスっていう、判断が出てるんだったら、まあその顔の芸術系と目っていう感じですかね。あとね、サイコパスっていうのはその別に、日本で言うとですね、なんか悪い人、はい、なんかシリアルキラーとか殺人鬼みたいに思えてますけども、すごい経営者とかね、はい、頭のいい人とか、有名経営者とかもサイコパスの方が多いと言われてるので、まあ別に、サイコパスっていうのはそこまでそのマイナスのね、イメージで捉えなくてもいいですね。はい。なんでまあ、そこら辺はあると思いますね。まあ目も、そこまで悪くないんですけど、下まぶたを見るとですね、はい、下まぶたを一緒に入れてみると少し今日が、混じるかなっていう感じですね。その目オンリー、目の形オンリーとかですね、まあ、白目白は少しだけ良くないですかね。悩み相談はマカロンまで。そういう感じで、見ますね、この方は。でもまあ、全体的に見て、そうか、口が、口ちょっと強かな。全体的に見るとそうですね、その部分、口の部分ぐらいかな。目は結構ですね、まあ、成功できるタイプの目でですね、目的、自分の目標とか目的にですね、まっすぐ向かえるタイプ、人間なので、はい、その人は、そういう感じの方ですね。鼻もいいですね。鼻中がとっても綺麗ですね。だからまあ、その、喫相動向じゃなくて、まあ、イケメン層かな。いわゆるイケメンと言われる感じですかね。で、まあ、この陣中少し薄いけど、まあそこまでね、他の部分と合わせをしたら そこまで見なくてもいいですね。耳ちょっと強ですね。そう、耳忘れた。耳少し強ですね。耳たぶのあたり見ても少し強、っていう感じで、まあ口がね、口がちょっと、なんかな、やっぱちょっと文句言ってしまったりとか、はい、そうですね、まあ頑固、いわゆるそうかもしれませんね。自分のことをちょっと曲げない感じ。なんでこう、そう、口、家庭かな。家庭が一番良くないですかね。上帝、中帝はそこまで悪くないんですけど。火曜日はインスタグラムで質問コーナーやってるよ。家庭が、少し良くないかもしれませんね。まあ、女性がいわゆる好きそうなお顔ですね。家庭ってね、ごめんなさい、そこっていう感じじゃなくてですね、人弁になんとか亭、ご飯屋のなんとか亭っていう亭ですね。わかりますかね。あの亭で、まあ、こう分けるんですけども、上亭、上の上ですね。そうか、配信で言うと漢字わかんないですもんね。真ん中は中亭、真ん中の中の亭ですね。で、下が家庭。はい。そこじゃないんですよ。そうそう、料亭の亭の、人弁あるバージョン。そう。そうです。そう、家庭。そう、バス停の停ですね。なかなか、難しいですね。なんで、そう、家庭が少し悪いかなという感じでね。でも、まあまあ、全体的に見ると、喫相ですね。はい。まあ、そういう感じですかね。まあ、男性だったらいいんじゃないですかね。男性だったらそこまで悪くないと思いますけどね。はい、まあ、サイコパスってよくわかんないですね。よほどね、やっぱそう、佐川一世、先ほど言いましたけど、ちょっと顔長いって言うと、まあ、やっぱ佐川一世とかですね、まあ、やってる事件なんで、ちょっと見ていきましょうか。佐川一世とかですね、ザ・サイコパスっていう、これこそね、その後出しとかなくてですね、まあ、サイコパスっぽい顔だなーっていう、これ佐川一世なんですけどね。はい、ここら辺は、まあ、そのね、顔型だけじゃなくてですね、この三根の広さとか、はい、陣中の薄さとかね、そういうのも含めてですね、あと目もやっぱ競争ですからね、そのさっきの方と違って、こういうですね、顔は、まあ、ちょっと髪型もおかしいですよね。髪の質っていうんかな。もう含めて全部おかしいですよね。うん、で ここまで来ると、はい、ザ・サイコパス、って言ってもですね、問題ないかもしれませんね。あ、まあ、そう、粗品君に似てるって、僕が佐川一生のですね、動画出した時に言われましたね。はい。なんで、まあ、ここまでいかないとですね、サイコパスっぽいとは言わないんじゃないですかね。もう何をもってサイコパスっていうか、難しいですけどね。皆さんのイメージのね、そうそう、イメージでいうサイコパス、このサイコパスの顔してるっていうのはですね、まあ、いわゆる、こういう人のことを言うと思いますね。で、その松坂桃李さんは、まあ、僕が見る限り普通の、まあ、8割ぐらい喫相の人ですかね。なんで、あんまり別にサイコパスの要素があるという、ちょっとアバウトな言い方なんで、まあ、そこまでサイコパスとは、思わないですね。本日のテーマのような話から、悩み相談、疑問、質問、意見など、何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと、占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。キズ公開は詐欺師や霊感商法をしてる悪人の情報を随時募集してます。Twitter はチャンネル最新情報、Instagram では火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。